炭酸飲むと出るものってあるじゃん。やろうかなと思ったんですけど、はい、日和りました。出るね、そこ入れなくていいよ。あ半笑いで行った後、その次俺にはみんな結果してるんだお前のこと好き。お前のことが。さあ今回も始まりました声優たちの金曜日。ということで今回取り上げます作品はですね、謎の現象による全人類が石化した世界から数千年後、超人的な頭脳を持つ科学少年千空が仲間と共に文明を復活させていくクラフト冒険団ドクターストーンでございます。今ドクターストーンなんですけれども、ドクターストーン打倒司帝国科学王国声優出撃と題しまして、金の役の私も所属している科学王国メンバー2人をゲストに招きしまして、ドクターストーンの魅力についてたっぷり語っていきたいと思います。小林雄介さん、そして川西健吾さんです。どうも皆さんこんにちは、石神千空役小林雄介です。よろしくお願いします。お願いします。はい、朝霧原役の川西健吾です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。アニメ本編では司帝国との最終決戦が終了したところなんですけどね、はい、科学王国のメインキャラクターを担当されるお二人、いかがでしたか？演技の方にもね、すごい熱がぐっと入ったんじゃないですか？そうですね、この一期でまずあの下地をどんどん積み重ねていって、まあ、いよいよ本格的な戦いが始まるっていうので、なんかどん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 キャラクターも、あとなんか科学グッズもどんどんレベルが上がっていったので、そうだよね、そうやっぱり力が入らざるを得なかったですね。そうですね、川西君いかがですか？いや、 やっぱりリリアン・ワインバーグ役のリンさんの声を真似るのはすごい大変でした。切り崩すにはさ、司ちゃんに負けない有名人、超カリスマを用意すればいい。 Hi! I'm リリアン・ワインバーグ。おいおい、すごく大変でした。本当にちょっとやってみる？いや、ちょっとそれはもう、それはやんない。確かにそうだね、めっちゃ得意だね。ということで、番組本編行く前にですね、まずはそれぞれの役柄を演じる上でどんなことを意識しつつ演じているのかっていうのをね、ちょっとお伺いしたいと思うんですけれども、まあ、いろんなところでね、取材とかでお話されてると思うんですけれども、はい、この辺いかがですか、小林君は？そうですね、やっぱ一番最初に PV を撮った時に、監督ともいろいろお話しして、いわゆるジャンプの王道主人公的な熱さ熱血っていうのは出さないでほしい。まあそういうタイプじゃないですもんね。そうなんですよ、千空見てると。まあ、ただ2期になってどん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 クライマックスが近づくにつれて、どうしてもあの暑さが今までより出ちゃって、これどのぐらいまで出していいんだろうといろいろ試みたんですけど、特に監督からも何も言われなかったので、そうだった。だからここまで来たらもうなんか別に熱血とかじゃなくても、いや心的にすごく熱くなるから人間としてそういうものが出ちゃってもいいんだなっていう解釈のこと、だいぶなんか今まで以上に人間らしいところが出せるようになったかなと思います。確かにそういうところもあると思いますし、はい、確かにあれですよね、そのジャンプの主人公らしくない性格の主人公ですよね。ですね、まあ、どちらかというと大樹とかの方が、ああ確かに熱い感じがね、ありますしね。クロムだったりとかね、もう本当にだから、まあ、ジャンプシリーズを通して見たときに、なんだろう、斬新な主人公というかね。いや本当に、ゲンはいかがですか、川西君？そうですね、ゲンってどちらかというとあの視聴者目線に一番近いキャラクターなのかなと、そうね、確かに思っていたので、あの千空が作ったあのいろいろ科学グッズに対しても、まあ、視聴者だったらこういうふうに驚くんじゃないかなとか、こういうふうにこれって何なの何なのっていうふうに説明係じゃないですけど、はいはい、そこら辺をちょっと意識して、あんまりこうお客さんにゲンはこういうやつですみたいな風に押し付けがましいことはしないようにっていうのは意識してやりましたね。私はですね、金曜ってすごい真面目じゃないですか、はい、でも結構ドクターストーン全般に言えることなんですけれど、割とコミカルな描写のシーンとかもあったりするじゃないですか。僕の悪い癖でね、すごくあのやっぱ面白いシーンはすごく面白くやりたがって、はい、キャラクターから結構外れてしまうことが結構あったりして、その調整が結構勤労って難しいなって思いましたね。でもあんまりこう、なんかもうちょっと抑えてって言われてたようなイメージあんまないんですよ。いやいや、結構あの、参考されなかったアドリブとか多いですよ。本当ですか？さあ、それではドクターストーンについて語っていきたいと思います。まずはこちらのテーマです。自分が演じるキャラの魅力を語りたい。
ということで、それぞれが演じるキャラクターについてどんなところが好きなのかっていうのを思う存分今回語っていただきましょう。まずはね、千君役の小林君から、はい、そうですね、まあ一番の魅力としてはまあその科学知識が、いやすごいよね、うん、もうあいつ何かしらノーベル賞取れるんじゃないかぐらいの、間違いない、うん、そうで、それをやっぱり可能な範囲でちゃんと実現できるって、その実行力も含めて、うんうんうん、まあ、すごいなと思うのは、まあ、当然としてあるんですけど、うん、でも自分が一番好きなのは、俺はすごいんだぜっていうのを別にひけらかすわけじゃなくて、うん、あくまで科学がすごいんだっていう、科学に対してのリスペクトがありつつ、うん、で自分ではできないこと、うん、例えばそれこそ力仕事だったり、自分一人では科学作業もできないかったときは、他のみんなを巻き込んで、うん、ちゃんと頼るってすることができる、うん、自分に足りないものがちゃんとあるっていうのもしっかりと受け止めているところが、確かにね、あのなんかニヒルと言われるキャラの中でもちょっと特殊かな。確かに、あそこまで頭いいと勘違いとかしそうなもんですけど、うん、そうなしないもん、ね、千君はね。そうなんです。続いて、原役の川西君、いかがですか。そうですね、まあ、メンタリストなので話術が得意っていうのがこう、はい、前面に出てきてると思うんですけど、うん、はい、スパイの立ち位置だったわけじゃないですか、最初は。そうね、科学王国と、司帝国、うん、結構距離あるわけですよ物理的な。かなりそうですね。あれをそうなんです、移動手段するしかなかったです。そうなんです、そうなんです。あいつ何往復もしてるんですよ。意外とあいつ体力班でもあるのかなみたいな。いかがですか、勤労は。勤労、そうですね、勤労って、まあ、最初の序盤ってかなり融通の効かないタイプだったじゃないですか、うん、でも千空のその科学っていうのを目の当たりにしてから、ちょっとずつなんかやや柔軟寄りになっていくんですよね。僕はそういうね、石頭だった彼が皆さんの影響によって柔軟になっていくっていうくだりがすごい好きなんでね、うん、まあ、そういう性格の変化っていう柔和になっていくところが僕は勤労の好きなポイントの一つですかね。続いてはそんなキャラたちの好きなシーンを紹介していただきたいと思います。はい、小林くんから。そうですね、はい、まあ、でもいろんなところで同じこと言っちゃうんですけど。全然いいよ。いいですか、うんうん、やっぱり一番感動したのは初めてつけるシーン。このシーンね。3700年ぶりに照らす科学の火だ。やっぱり初めて3700年ぶりについた科学的な、うん、すげえ話してるのね、うん、なんかなんだろう、その炎の光とかとは全然違うじゃないですか、ね、光り方の演出が、うん、あとここのシーンも一切声をなく音楽と絵だけで無音でね、そう、うん、語り見せたっていう、そのシーンが本当に僕何回見ても取り上がっちゃうんですよ。確かにね。川西くんいかがですか。僕はやっぱりその原点外せないなと思ったのがコーラを飲む。そうだね、これは外せない、これは外せないね、はい、最初台本いただいて、はい、で飲むじゃないですか、はい、でリアリティを持たせたかったんですよ。おなのでってことは炭酸飲むと出るものってあるやろうかなって思ったんですけど、はい、日和りました。あ、やらなかった。やらなかったんです。なるほど。でもオンエア見て意外とそれプハーって言った後にちょっと間があったんで、うん、これ入れられたな。あ、入れられた。リアルな音入れられたかもわからない。いやちょっと失敗したなと思います、うん、いやでもプハーはだいぶ思い切りやつだよ。あ、そうやりましたけど。勤労のなんか印象的なシーン。勤労の印象的なシーン、そうですね、まあ直接的なカットではないんですけど、うん、僕はあの勤労がガチ泣きで涙を流すシーンがすごく心に残ってますね。今だ、橋を切り落とせ勤労。そうだよ、
切らなきゃ。村のためにも橋を落とさなきゃだよ。それでいい。俺はもう助からん。シーンがすごい好きですね。金堂って結構割といつもおちゃらけてる感じじゃないですか、はい、でもなんかこういう風に真剣に、ね、あの自分の気持ちを吐露する場面ってそんなにないんですけど、ここはねこの兄弟間の関係性がすごく強く感じられたワンシーンなんで、まあ金堂を語る上でもここのシーンは外せないなっていうところで、まあ、ちょっと銀堂のシーンではあるんですけど、ここのシーンをチョイスさせていただきました。続いてのテーマはズバリこちらです。ドクターストーンアフレコ現場トーク。アフレコ現場の雰囲気はちょっとした裏話についてもね、お話ししていきたいと思うんですけども、はい、うん、ございますかアフレコ現場の裏話。今回2期の収録は基本やっぱちょっと情勢的に皆さんバラバラだったじゃないですか。そうなんですよ。僕基本一人部屋だったんですよ。だってまあほとんど喋ってるもんね。ほとんど喋ってるんで、うん、なのであのやっぱキャスト間のお話も本当最小限だったので、確かにね。でも一つ覚えてるのが、うん、蒸気機関を作った時に、車を作った時に、あの一番最後みんながあの機関車に乗っているシーン、うん、あったじゃないですか。はい、出ちゃった、これついに産業革命。科学王国鉄道蒸気機関車の行き先は司帝国だ。あの時にあの川西くんがアドリブ入れたんですよ。お、あ、入れました、入れました。そうそうそう、どのようなすごい澄ました顔なのに、ジーナーでなんかこそって言ったんですね。これぶち込まなきゃいけないやつかって思って、その後に千空が、科学王国列車次の停車駅は司帝国っていう風に言うのがあったんですけど、うん、僕もちょっと車掌っぽく、はい、科学王国列車次の停車駅は司帝国だっていう風に。あー、なるほど。ちょっとぶっこんでやったら、はい、あのひどかったんですけど、うん、音響監督さんが、はい、あのね、現ねそこ入れなくていいよ、あ、半笑いで言った後、うん、その次俺にはあの、セン普通でいいんだけど。え、なにこの落差。なんか、ちょっとミスったみたいな感じになっちゃう。そうそうそう。え、なんか、俺だけ笑うものですか。それは良くないね。それは川西君良くないね。僕っすか。まあ、大体その村の人たちと一緒に撮らせていただくんで、うん、まあ、銀狼もそうだし、あのマグマも、ね、うん、一緒に撮ることが多かったんですけど、まあ、マグマがね、まあいつもね、必要以上なパワーを出してくるじゃないですか、はい、あの笑い一つにしても。はいはい、何が大怪我だ。こんなただ走ってるだけのケダモン、この俺のナンバーワンパワーに勝てるわけもねえだろうが。音響監督にもうちょっと抑えてって言っていただいてるシーンが結構あって、それこそ一期の時もマグマ、うんうん、あのちょっとヤクザっぽすぎます。あ、そう、あってね。そうそうそう、あの実は結構若いんです。そう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 。あ、そんな若いんですか。だからもうちょっと若さ出してる。マミヤさんもすごいやっぱ大きなお芝居をね、いつもされるからね。ラストのテーマの方に参りたいと思います、はいはい、もしも自分がストーンワールドに行ったらどうする。ほう、どうするんですかね。はいはい、ね、こちらのドクターストーンはですね、全人類が謎の現象により一瞬で石化して数千年経った文明が滅んだストーンワールド、こちらが舞台になっていますが、うん、もしも我々3人がこのストーンワールドの世界に行ってしまったらどうするのかっていうテーマで語りたいと思います、うん、自分を含めた出演者3人の中でストーンワールドでも生き抜いていけそうなのは誰か、こちらのテーマで話していきたいと思いますけど、はい、誰ですかね。申し訳ないですけど、前野さん無理です。いやいや、俺もしかしたらあのどうする、俺脱いだらあのすげえ筋肉有骨なボディが出てきたら、はい、体力とかではなくてあのめっちゃ潔癖じゃないですか。いや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 、潔癖とは言ってられないわけですから。もう土とか無理。いやいやいや、そういうこと言ってられないですよ。だってこんなことになったらね。もう、うん、まあでもまあ僕は無理だと思う。僕は間違いなく最初に死ぬと思います。じゃあ俺か川西君だとしたら。いや絶対無理だって俺。
いやでも川西くんってね、俺の勝手なイメージだけど、なんか手刀で竹とか切りそうな。手刀で竹を切る。ってやる。隠し持ってんの、その技。実はなんかすげえ強いんじゃないかみたいな。でもあんまりね、川西くん私生活がそんなに見えないから、ね、もしかしたらなんかそういうすげえ特殊技能あるんじゃないかって俺ちょっと睨んでる。いや、意外と僕前野さんと一緒で潔癖なんですよ。いやでもストーンワールド行ったらそんなこと言ってられないじゃんって。いやそうなんですけどね。誰、え、小林くんはじゃあどう、自信あるの？僕ですか、申し訳ないですけど、先にこうアンケートを書かせてもらったんですけど。何て書きました？え、自分って書きました。自分かよ。だって一応僕、格闘系の部活もやってたし、まあ、体力もあるし、はいはいはい、っていうのはありますけど、うん、でも一番の問題は、はい、僕、虫全般ダメなんですよ。そうですね。そうだから僕ありがたかったのはドクターストーンアニメで描く上でそういう虫が全く描かれなかった。確かにあんまり黒い虫ないんですよね。すごい配慮されてていいなと思いました。それは主役の小林くんに配慮した。川西くん誰だと思いますか？いや僕はそう書いたのが前野さんだと思った。起きたほら。なぜ？いやほらなんかこの中だとやっぱタッパもあるし体力面とかも考えて絶対前野さんだと思って。確かに木の実取れるよ。俺取れないですよ。俺説あるよ。いや前野さん一択かな。いやーなるほど。でもね、まあ、絶対無理だと思う。はい、今回もですね、ドクターストーンに出演中の科学王国メンバーでお送りいたします。ドクターストーン打倒司帝国科学王国声優出撃、今回が後編となります。今回はドクターストーンにちなんだ企画で盛り上がっていきたいと思いますよ。まず最初のコーナーはこちらです。線空をそそらせろ。これってそそるのそそらないのどっちなんだーい。ドクターストーンの主人公千空といえば、作中でもたびたびそそるぜというセリフ使いますね。小林くん。そうですね、一番の決め台詞ですね。そそるぜが口癖の千空役の小林くんを、はい、私前野と川西くんの2人がさまざまなお題でそそらせることができるのかっていう企画に挑戦していきたい。僕をそそらせる。あなたをそそらせればいいわけです。なるほどなるほど。心をそそらせる。僕のあなたの。あ、なるほど。小林くんにはそそるぜの札とそそらないぜの札を渡しています。はい、その2つの札を使って判定していただきます。それでは早速始めてまいりましょう。はい、まず最初のお題はそそられる声優業以外の仕事。これをおのおのフリップに書いていただいて、これに書くんですね。はい、僕にプレゼンしていただきます。声優、ね、なんか一応僕も自分なりの答えを書くらしいので。なるほど。書きたい。難しいな。声優以外でしょ。うん、はい、これかな。はい、はいはい、じゃあ両者出揃いましたので、はい、じゃあまずは前野さんから参りましょう。はい、前野さんのフリップオープン。ズバリプロゲーマー。ほう、まあ、e スポーツなどで、ね、活躍されている方たくさんいらっしゃいますけれども、はい、僕らもね結構ゲームやっぱ好きでやるじゃないですか。うん、はい、それを極めたらどうなるのか、これね僕よく想像するんですよ。でもやっぱり僕らのようなその片手間でもちろんゲームとかできなくなると思いますけれども、それこそ格闘ゲームだったらそのフレームの動きとかそういうところまでも日常突き詰めていかなきゃいけない方たちだと思うんですけれども、ちょっとね僕自身憧れがある部分がやっぱあるんですよ。はい、僕の人生があと50回ぐらいあったら1回ぐらいは目指してみたいです。それじゃあ早速判定していきたいと思います。はい、はい、前野さんの、はいはい、プロゲーマー。いや俺はいや今日小林くんの服かっこいいな。そそるぜ。やったやった。なんだろう、あの前回と今回含めて一番饒舌にお話しされていた。はい、ああ、よかったよかった。も含めて、でもそのなんだろう、やっぱ僕たち声優もなんかお芝居って突き詰めてどんどん行くものだし、なんか終わりがないじゃないですか。ないないない。なんかそういう意味でやっぱプロゲーマーもやっていったら、なんかさらにこうしたい、こうすればいい。絶対そうだよね。そうだ。現状に満足は多分できないよ、うん。っていうものになんか通ずるものがあるかなと思。ああ、確かに。やった、そそったぜ。はい。じゃあ続いては川西君お願いします。はい、私が考えた声優以外のそそられる仕事はこちらでございます。カジノのディーラー。結構ピンポイントだなこれ。どうだ。こちらでございます。どうした。いやどうしたっていうかね、海外にお仕事をさせて行った時に、はい、カジノにちょっと遊びに行かせていただいたことがあって、うんうん、ディーラーの方がもうずっとポーカーフェイスなんですよ。うんうん、悟られないように もちろんするためではあるんですけれど、でもそのポーカーフェイスの裏でニヤニヤしてんだろうなと思って。まあね、まあ、それはしてるだろうね。そうそうそう、それ考えた時にカジノのディーラー面白いぞと思って。ああなるほど、確かに顔に出さずにね。そういろんな人間のそこの人生がそこに垣間見えるってなると、うん、ちょっとカジノのディーラーやってみたいなと思って。パチンコ屋の店長とかだったらダメなんですか？もしかしたら裏でモニター見ながらそうそうそうって思ってるかもしれない。それもそれでありかもしれない。なるほどなるほど。
かりました。川西君のカジノのディーラー来いよ。そうそるぜ。ちょっと分かるもこれは。分かる。いや分かるんだけども、なんだろう、中身よりも川西君の人間性にちょっと。やめろ。なるほど、そういうことを考えたい。そういうタイプだよ。いやでもね、あなた一応現役だし、そういうメンタリストって意味でも、ね、やる機会があるかもしれない。やあるかもしれない。はい、メンタリストに近づけるんで。ちなみに小林君は何を書かれたんですか。はい、僕はですね、はい、これです。料理人。そうですね。お上がりよって、ね。ああ、お上がり。はい、最近出てたけどね。まあでも、なんでしょう。やっぱ最近自分で自炊をするようになったんですけど、なるほど。やっぱどうしても自分が作れる範囲のものしか作らないで、うん、なかなか冒険をできない。うん、そういう時に、やっぱ。あれも作れる、これも作れるっていう、それこそいろいろ応用が効く、うん、なんか料理人さんって本当にかっこいいなって思うので、確かにね、あそこら辺はちょっと見習いたいなっていうものもあってこれにしました。あ、でもそれは分かりますね、うん、それは確かにそそられる、はい、ということでね、ありがとうございました。以上、千空をそそらせろ、これってそそるの、そそらないの、どっちなんだーいのコーナーでした、はい、でさあ、では続いて挑戦するコーナーへ参りたいと思いますけれども、はい、こちらですね、ドクターストーンの第1期の1話目で、大女がエズリハに告白しようとしたシーン、うん、皆さん覚えてますか。もう冒頭でしたね、はい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 、ね、あのシーンにちなみまして、結局石化現象のせいで、最後まで告白できなかったんですけれども、これで、ね、最後まで今回愛の告白をしていただきたいと思います。いや、なんでということで、こちらのコーナーストーンワールドの中心で愛を叫べはい、このコーナーでは、もしも我々3人がストーンワールドの世界にいたとしたら、どんな愛の告白、もしくはプロポーズするのかというのを実際にやってもらうという、非常に、やけどをするイメージしかないコーナーなんですけれども、リアルな世界だと、まあ、花束だったり指輪とかね、渡したり、なんかサプライズみたいな感じでやるんでしょうけれども、はい、ドクターストーン、ストーンワールドですから、ほぼ何もない、はい、まあ、そういうのを念頭に置いた上で、場所や状況、セリフを考えて、ご披露していただくという。非常に厳しいコーナーではありますけど、どうですかね、イメージ湧きますかイメージ思いついた方から、じゃあ挙手制ですか、ね、最後になりたくないやつ挙手制ですか、どうしようかな、はいはいはい、あ、じゃあ小林君いきましょうか。では小林君のストーンワールドへの告白、3、2、1、ストーン。お前やめろよ、そういうのスイーターがつけるのやめろよ。おはよう世界、見てごらん、嘘みたいだろ、みんな石化してるんだぜ生きてるのは俺とお前の二人だけだ。なんで俺が君を起こしたかって、そんなの言わせんなよじゃあはっきり言うよ、俺と一緒にこのストーンワールドのアダムとイブになろうよし、はい、終了よし、やってやったぞ。はい、これまあいいんじゃないですか、これ、はい、すごい綺麗な感じ、王道ルールですね、ね、これはあれですか、いろいろね聞きたいんですけど、はい、最初何を、あれはあれ、あの、僕がこっそり仕込んでいた石化復活石、はい、ああ、なるほど。そして、まあ、アダムとイブになろうと、はい、ね、あの下ネタに近い、違いますセンクルのセリフ、これは週刊少年ジャンプとしていかがなものですかそんなことはないですよ。そうですか、でもこれ綺麗、こんな最初にさ、そんな綺麗なやつ出たらもうちょっと我々に残されたのはそんなないです、うん、じゃあ川西くん、はい、もう、じゃあ整ってますか。整ってます。じゃあ川西くんのストーンワールドでの告白、はい、3、2、1、ストーン。俺、え、お前のこと好き俺、タイガストレやん、まあ、もし取れる俺、いいどう次女それはちょっとずるいよ。なんで、こんな王道されたらそんなにしないじゃん。ちょっと設定全部だいぶ、知能レベルが低下した、そうだね、低下してる間にだいぶ低下した。川西健吾か、どうなったらあんな、いや、やっぱりそのね、現代社会からこう3000、ね、何百年経って、まあ、もしかしたらマンモスの1匹や2匹まあまあ確かにね、確かにね、ゾウですから、あれ一応ね、あ、そうね、言ったらそれゾウをマンモスと見立てて、確かにね、やっぱり食べるものも必要でしょうから、あれだけ大きな肉を取れるっていうそのパワフルさはやっぱ大事なんじゃないかな、男を見せるっていうところが大事なんじゃないかなと思って、
短い間の中で綺麗にまとまってた感は確かにありましたけどね。はい、はい、じゃあ私やりましょうか。いいですか。ちょっとまだ全然定まってないですけど、まあ、やってみましょう。お願いします、はい、もうお前と2人で石化が解けてもう3年になるか。急にこんな火山が爆発しそうな場所に呼んでごめん。でもこのままじゃどうしても俺の気持ちに踏ん切りがつかねえから、これだけは言っておこうと思う。俺はお前のことが何だって聞こえてなかった。俺はお前のことが以上です、はい、SE で入るんだろうな。まあまあそうでしょうね。ああ、まあ、火山が爆発しそうな場所でね告白を愛を下げるというそういう回でございました。なるほど、はい、なぜそこを選んだ。いやいやいや、たまたまもうそこで暮らしてたっていう。いやこれ難しいわこれ。いや本当に番組ご覧の皆さん、誰の告白にグッときましたかね。ぜひコメント欄に書き込んで教えていただく。教えなくても別に構いません。感想を書いていただければいいです。はい、今回の動画の感想を V ジャンプレイの記事内にコメントで書いてくださった人の中から抽選で1名様に我々3人のこちら寄せ書きサイン色紙プレゼントさせていただいております。前編後編両方のコメントを書いてくださった方に限りますんでね、前編をまだ見てないという方はぜひ前編の方も遡ってみてください。そろそろお別れのお時間となってしまいました。前編後編とねお二人にお付き合いいただきましたけれども、いかがでしたか。後半結構強いられるもん。いや本当ありましたけどね。まあでもちょっと改めてやっぱ原役の川西君とはやっぱ取材だったりとか、はいはい、いろいろ話すこともありましたけど、うん、昨日の話を聞くことって確かになかなかなかったね。そう、だからそういう意味ですごく面白い話が聞けて楽しかったです、うんうん、作品のラジオとかもこのドクターソーンでやってないので。そうなんだよね。なかなかこういろんなところで語るっていうのが難しいなというところで、うん、まあ、今回こういうふうな収録っていう形でいろいろドクターストーンのことが話せてすごく楽しかったですし、いやなんか続いてほしいなと思いますよね、うん、ここでお知らせでございます。ドクターストーンセカンドシーズンブルーレイ& DVD ボックスがなんと5月26日水曜日に私の誕生日でございます。発売されます。おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。全11話の収録でございまして、本編ディスク3枚プラス CD1 枚の豪華4枚組となります。キャラクターデザインは岩佐優子さん、書き下ろしデジパックは千空と司の激烈なイラストとなっております、うん、特典はオリジナルサウンドトラックや特製ブックレットなど豪華仕様でお届けいたします、うん、また、書き下ろしイラストを使用した法人特典を東宝アニメーションストア、アニメイト、アマゾンで実施しております。アニメイトさんでお買い上げいただきますと、本日ご出演の小林さん演じる千空、川西さん演じる源の書き下ろしイラストを使用した缶バッジ2個セット、大盤プロマイドがついてきます、うん、皆さんぜひね、ゲットの方お願いいたします。お願いします。はい、さっきも話にありましたけどね、この後続編とかもね、何かの形でお届けできればいいなと思っておりますんでね、皆さん原作ともどもアニメの方のドクターストーンもぜひ応援していただければなと思います。お願いします。ということで、今回はここまでとなります。お二人もね、またぜひ何かの回で遊びにいらしてください。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで今回はここまでです。またお会いしましょう。さよなら。さよなら。1982年組ですね、これはね。で、あれでしょ、もう俺たちがさ、そろそろ来る四十肩。四十肩でしょ、これ。この中で、俺のこと好きなやつけど。趣旨変わってない？見てよ、あの引き出しの中。全然わかんねえよ。携帯だったりとか中に。そういうこと。